いきなりだが本日は新しくボマーという役職が導入されている。本当にいきなりですね。挨拶はともかく高評価古事記よりも先に役職についての言及が行われるなんて。挨拶はともかくボマー系役職はモッドによって仕様が異なったりするから一応説明しとこうと思ってな。今日導入されたボマーは他の人に爆弾を設置することができ、爆弾が設置された人は45秒以内のランダムな時間で爆破する。なおその時近くにいた人も全員 75% の確率で爆破されます。ロマンのある役職ね。ボマーの能力を考えるとできる限り他の人とは距離を取った方が良さそうですね。そうだな。説明と全く矛盾する光景が背景で広がってるわよ。ゲーム画面背景っていうのやめろよ。今大量にすれ違った時絶対誰か爆弾仕掛けられてるでしょ。私に仕掛けられてたらレイマリさんは絶対に巻き込みます。来ないで。ちなみにボタンが入っても爆破効果は次ターンに持ち越すわよ。秒数に関してはおそらく会議中は進まない仕様だな。おっと言ってたらボタン入ると。いやでもあれから結構時間経ちましたし大丈夫だったっぽいですね。よかったよかった。自由だったみたいですね。あれ誰も死んでない。なんとか耐えたようです。あれだけ人集まってて誰も爆弾仕掛けてないとかある？他の場所で爆発が起きてる可能性はありますね。だとしたら自分たちは勝ちですね。まあこれも日頃の行いの結果。さてそれでは気を取り直して今回の役職は九段のボマーね。相方は先ほど巻き添えになってたレイマリさんだな。ちなみに茶番での爆発は八幡さんが私に爆弾を設置していたようです。あの集まり何も関係なくて草。まあこの世の全ては実は繋がっているからな。関係ないことのように思えても緻密に影響し合っている。じゃあ今日私がお茶をキーボードにこぼしたのは、あ、霊夢のせいだ。責任転嫁レベル100。視聴者さんも悲しくなった時は霊夢さんのことを思い出してください。押し付ける対象として思い出すな。初手キルクールは10秒だが爆弾設置は30秒。よってクルーが初手ボタンを意識していると爆弾設置はできない。つまり茶番の試合はクルーが舐めた立ち回りをしていたと。まあボタン以前にめっちゃみんな集まってたしね。あれだけ集まれば爆弾設置の犯人とかわかるわけないからな。はい、初手は設置できず1ターン目は終了しますと。ちなみにここまで忘れてたけど役職構成はこんな感じ。詳細は概要欄におそらく記載してあります。さてこのターンからどんどん爆弾を設置していくぞ。爆弾には使用回数があるけど普通にキルするより圧倒的にバレにくいから使えるうちはできる限り爆弾を有効活用していきたいわね。ただ私だけとすれ違った人に爆弾を設置してしまった場合爆発する前の会議で言われちゃう可能性が高いのでそこだけ気をつける必要があります。まあ露骨に仕掛けるのは命取りってことだな。マリサはこういうの得意よね。何か含みのある言い方だって。よく私やメメントの財布からバレないようにお金抜いてるじゃん。普通に犯罪提起。借りてるだけだぜ。財布からお金抜いて借りてるだけっていう切り裂めマリサ嫌すぎる。他世界の切り裂めマリサとなんとか交換できないかしら。物知りなやつとか。ゆっくり解説の切り裂めマリサを所望してる。私たちが何かを疑問に思ったら確実に10分くらい解説してくれますからね。まああいつらそれが仕事だからな。やばい。比べれば比べるほど私たちのマリサが解説のマリサに勝っている要素がなさすぎる。こいつら今日凄まじく失礼だな。冷蔵庫の電源こっそり切っておこう。嫌がらせが演出というか爆弾仕掛けるタイミングいくらでもあったのに結局仕掛けてないけど。いやこれ設置時間 0.5 秒くらいなんですけど意外と判定がシビアでなかなか設置できないんですよ。少し立ち止まるか並走しないと無理だな。でもさすがにこのターンで1個くらいは設置したいところ。むむ、タイミング悪くメテオさんが通り過ぎていきましたね。君たちは何やってんの。メインホールシャトルランデー。あ、これ爆弾設置できそう。できましたね。相方にあまりにも容赦のなさすぎる爆弾設置。自分の仕掛けた爆弾の範囲内にいると確定で死亡するが仲間のインポスターは死なないという特性があるからな。レイマリさんがレイラーさんに爆弾設置したらレイマリさんもおそらく巻き込まれるのでレイラーさんからはあまり怪しまれなさそうですが。おっとみぞれもん志半ばで朽ち果てたか。これは相方かクイーンどっちのキルでしょうね。まあでもさすがに通報しないという選択肢はないです。爆弾を設置した人間爆弾レイラーはまだ生きているようだな。できるだけ大勢を巻き込んで爆発してほしいですね。すごいテロリストしかしなさそうな発言。みぞれさんの死体がラウンジに転がってました。お、来たこれ自分とレイラーさん白じゃない。爆弾というよりなんだか普通のキルっぽいね。まあそれはわかりませんが停電終わった瞬間バイタル見てその時はまだ生きてました。でその後電気室からメイン通ってラウンジ向かって死体発見。メインにレイマリレイラーがいましたがこの二人はバイタル的にキルはできないと思います。自分とレイラーさんはみぞれさんとすれ違ってないのでここ多分相互白出るんじゃないかな。む、そこ相互白ならこれ第三陣営のクイーンがキルしてる感じか。まあもしくはレイラーさんがマットですでに繋がってるパターンね。だとしたらすれ違った時に教えてくれてそうではありますけどね。割と最近そこ通ったから結構直近のキルかもしれない。20秒前くらい。それは直近じゃないな。ラウンジからトイレタスクして貨物下って診察入るか入らないかくらいで終わってる。となるとメメさん視点メテオは弾けるんじゃない。あ、メテオさんは石油から電気室に来てたので弾けると思いますよ。私その後結構ラウンジまで直行してますし。石油にひな兄さん前さんの二人がいて停電茶子さんが直してるからそこ3人も無理そう。ってことは私たち目線合計6人は弾けるな。言わないけどウパさんとかも左側行ってそうだし無理そうだけどね。ちなみに配電盤はキッチンにあります。配電盤はキッチンにあります。あ、今回入ってる役職ムーバーの能力だな。オブジェクトの位置を移動できるってやつね。ひな兄さん目線自分にも白出るんじゃない。いやタスクやっててウパさん見てないからな。というか停電中確か3人くらいすれ違ったと思うんですけどそれ誰でしたっけ。自分はすれ違ってますね。あとはレイラーさんとかじゃない。いや自分はずっとメインにいたんで電気室行ってません。というかこれウパさんか八幡さんなんじゃないの。いや自分はムーバーです。いや自分は左いたからひな兄さんとかから白出るって。え、でもそうなるともう全然候補いなくない。候補減ってきたから言っておきますけどセルフはしてないですよ。え、じゃあこれ誰が切ってんだ。ボマーの時間桜井じゃない。これ私たち視点からはイエモンさんが犯人濃厚な感じか。まあ私たち目線このキルが爆弾じゃないことは分かってるしね。さてレイラーさんはそろそろ爆発したかな。
やばい、近くにいたら爆発に巻き込まれる。とっとと距離を取るぞ。あ、レイラーさん死んだ。レイラーさんが死んだ。え、何？あと数秒早く爆発してたら私たちも普通に巻き込まれてたな。まさに危機一髪。誰も巻き込まなかったのは少々もったいない気もしますが、まあいいでしょう。おっと、さすがにこれはボマーだよね。レイマリか。いやでも自分だったらそんな近くいなくないですか。いなくないですかとかいう話以前にお前しかおらん。レッケレッケッケー。セルフ事件解決 BGM 草。レイラーさん本人の口からレイマリさんと一緒って聞いたしね。だからお前以外いないんだよ。いやだったらなんで爆弾仕掛けた相手とずっと一緒にいたってことになりません。アホだからじゃない。うん、案の定レイマリさんが疑われちゃってますね。でも今爆発したターンレイマリさんはレイラーさんと一緒にいた。ボマーは自分で仕掛けた爆弾が爆発するとき近くにいたら確実に巻き込まれるから、それ出したらレイマリさん白にならないかな。あ、それは確かに。ただそれ私たちの口から出してかばいに行きたくはないですね。レイマリさん白になったら私たちもレイマリさんから白を出してもらう必要がありますし、願わくば本人もしくはウパさんあたりから出てほしいところ。ただ今レイマリさんレイラーさんと一緒にいたんだよな。だからレイマリさんが爆弾設置してた場合レイマリさんも巻き込まれるはず。じゃあレイマリさんは爆弾設置してないってことか。お、素晴らしい流れ。だからレイマリさんは白になるんじゃないかな。まあ事実レイマリさんレイラーさんに爆弾仕掛けてないしな。これ今のターンレイマリさんがレイラーさんの近くにいたからよかったけど、そうじゃなかったら確実に相方釣られてたでしょ。結果助かってるからセーフ。さてじゃあ私たちもレイマリさんに城をもらいに行きましょう。でもこれレイマリさん視点、私もレイラーさんに爆弾設置できないですよね。二人はメイン左側でうろちょろしてましたし。そうですね、メメさんは爆弾設置できないはずです。いやでもこれレイラーさんいつの間に爆弾設置されてたんだ。逆の可能性もあるんじゃ。レイマリさんにレイラーさんが設置してたって可能性。あ、それありえるかも。え、なんか話が想像してないすごい方向に。レイラーさんがレイマリさんに設置して巻き込まれて死んじゃって、設置されたレイマリさんは 25% 引いて助かった説。だとしたらさすがにレイラーさん間抜けとかいうレベルじゃないけどね。レイラーさんには申し訳ないですが、こっちの方が都合いいので黙っておきましょう。じゃ、レイラーさんは自爆でいいとして、みぞれさんは私視点どこかにラインがあると思いますけど。この時イエモンさんも白が出ていない状況だったが、完全に勘違いで自分以外全員白が出てると思っている。ラインはないと思うけど。左側にいる人はめっちゃ複数人で死人取り合ってるからね。じゃ、子さんも停電直してるし。いやでも私視点ラインないとありえない状況になってるので、クイーンとサーバントとかでうまいこと白出し合ってるんじゃないですか。いや別にメメさん視点そんなありえない状況かな。ま、時間ないんでスキップ入れるけど、また次話しましょう。状況は厳しいけどなんとかはなってるな。私たちの引きが近いのをひしひしと感じているので、できるだけ早く爆弾は設置しておきたいですね。使わずに死んじゃうのが一番もったいないからね。しかも通常のお土産と違って複数人持っていける可能性もあるしな。ただ候補狭まってるとかいうレベルじゃないはずなんですけど、なんかさっきから怪しまれてるという感じがしないのはなんででしょう。私たちがレポートしてるし、セルフ追いにくい状況だからじゃないか。まあセルフするとするならボマーよりもクイーンだし、クイーンがあの段階でキルしてセルフするメリット皆無だもんね。キルしなくともボマーの能力で勝手に人減りますし、キルして死体見つかってもボマーの時間差キルの線を合わせられますからね。というか全然ボタン入らないな。ボタン入らないのならこのターン中に爆弾設置しちゃったら。そうしますか。じゃあごちゃつかせるためにリアクター入れちゃいましょう。これでうまいこと誰かとすれ違えたらいいが、ま、リアクター入ればさすがに誰かとは会えるでしょ。はしご下に降りると誰とも重なれないので避けたい。右直すのはメテオさんに任せて機会を伺いましょう。であれリアクター左ないんですけど。直せない状況になってて草。リアクター左存在してないんだけど。ムーバーの八幡さんがどっかに運んじゃったみたいね。メメさん左側直して。いや左側のリアクターがないんですよ。ないって何？リアクター左ないんだけど。どさくさに紛れてちゃ子さんに爆弾設置しちゃおっと。これは仕掛けたことバレてなさそうだな。で八幡さんやりたい放題で草。サボ系の位置めちゃくちゃになってる。ゴミャサボと配電盤はあるのにリアクター左はないという謎の事態。あ、ボタン入った。もうちょい時間経てばちゃ子さん付近に人集まりそうだったのに。リアクター左側エンジンにあったんだけど。中途半端な位置に置いとくのやめろよ。リアクター左直しにリフト乗ったらなかったですもん。メメさんめっちゃないない叫んでたもんな。八幡さん一人でムーバー満喫してるわね。さっきの話戻りますがどうします？レイラーさんは自爆という形でいいとして、いやもう詰めれる分には詰めたんじゃないですかね。結構タスク進んだのでもうタスク進行でもいいですけど。あ、私タスク終わるのでそうしてくれると助かりますけど。八幡さんムーバーでめっちゃ遊んでるけどタスク終わるのか？まあ強いて言うならメメイエのロラでいいんですよね。あ、あれイエモンさんって誰かから白出てませんでしたっけ？出てませんよ。完全に勘違いしてました。イエモンさん白出てないならイエモンさん釣りでいいです。メメイエ疑い合わないからそこクイーンサーバントペアあるかもと思ってたけど。あ、いや本当にイエモンさん白出てると勘違いしてただけです。というかウパさんは本当に白出るんだっけ？証拠左のアップロードでひな兄さんと会ってるから。あ、まあそこは見てる。じゃあイエモンさんがだいぶ黒くなってると思うけど。八幡さんがタスク終わらないなら釣った方がいいけど。タスク1個もやってない。終わった。じゃあもう釣るしかないじゃん。終わりだよもう。イエモンさん釣りだ。釣るのイエモンさんでいいんだっけ？まあメメさんセルフ薄いと思うし。イエモンさん釣ります。さてこれで8人盤面。おそらくだけどクイーンも死んでる感じね。できれば2キルして次パワープレイ狙いたいですが、じゃこさんに設置した爆弾がすでに爆発しているのと、マットが生きているか非常に怪しい盤面です。まあだけど今回ばかりはもう爆発してるし、おそらくキルはできんだろう。まあ、ここは普通に死体発見させるのがベターね。じゃこさんへの爆弾設置は結構うまい感じにできましたし、ボマーの容疑なら白1狙いに行けそうです。もうサボも無理に入れない方がいいな。結構時間あったしレイマリさんも爆弾設置してんのかな。おっとじゃこさんじゃなく全さんの死体発見と、時間的にレイマリさんが爆弾設置してたみたいですね。ピピーピピ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 ピ
ピ。うっわマジかピーピーかよ。マットなんでスキップに入れます。状況は知らんけどにインポスター残ってるんで。前3前回のターンひな兄さんとすれ違ってたけど。もうピーピーだから話す必要ないですし、短期棒。いや、ウパさんマットメイトだったんですね。都合いい位置にたまたま残っててくれて助かったな。一瞬本当にマットなのか不安になったけど、投票スキップ三郎だったから普通にマットメイトだったみたいね。クイーンも死んでると思うので、あとは1キルしてセルフするだけですね。今回は爆弾全部使えたし、なかなか良かったな。まあただよく言えばもうちょっと人数一気に持っていきたかったわね。まあ理論上何キルでも狙える能力ですからね。おっとひな兄さん、なんでこんなとこいるのかと思ったらリアクターここにあんのか。謎の位置に設置されてて草。さてじゃあひな兄さん、これで終わりですよ。あとはレポートしてっと。無事勝利。なんとかなったな。イエモンさんクイーンでサーバントはまだ作ってなかったみたいね。すでに11分ですが、ここから2試合目いきます。さてそれでは2試合目。2試合目はモイラ入りの試合ね。またもやあの地獄が展開されるんですね。まだ人材であることが救い。まあモイラに交換されるかもしれないが、相方はみぞれさんですね。ちなみに役職構成はこんな感じになってるわよ。前回の動画と同じ構成ですね。さてどうせ交換されるしとっととキルしに行くか。初手アーカイブで右側に行くのは見られてるし、仮に死人なしのまま左側でキルできたら白取れそうね。ふむ、貨物には誰もいない。ベント使って早いとこ左側向かいます。イエモンさんシャワーには降りてきてないみたいだな。となると死人なしで左側まで行けそうね。まもう誰とすれ違っても経路説明できないのでキルするから、どちらにしろ死人はゼロになるんですけどね。お、これはキッチン間に合うんじゃないか。ためらいなく飛び出る。停電中ですし、サクッといただきます。さよならメテオさん。どうせすぐに発見されるし、あとはベントで待機しておきましょうか。出たとこ見られたらしょうもないですからね。早速メテオさんの死体が見つかりましてっと。あとはどれだけ隠し位置が出るかどうかね。どうしたレイラー、なんでキルしたんだ。いや自分普通に電気室にいるんだけど。え、じゃあひなに。いやいや違うわ。というかメテオさんマグロだったらしいんだよね。まあどちらにしろかなり直近のキルだね。キッチンの扉の前、そんなの絶対マグロで自爆してるだろ。まぬけだよ。メテオさんの尊厳が傷つけられてて草。まあ初手マグロが死んだらそうなるわよね。え、これはメテオさんがバカだったということでいいんですか。いや扉開いてたし、さすがにキルされてると思うけど。もう自爆したってことでええんちゃう。知らんけど一応一出しとく。俺と八幡さんは無理だね。シャワー室あたりにいる。自分とレイマリさんミーティング。私は初手エモンさんとアーカイブ脇で貨物行ってますって。貨物には誰もいませんでした。いや私貨物ではいてます。え、見てないですけど。自分すぐに金庫タスクやりに行ってるので。あ、なるほど。それなら会わなくても普通ですね。自分はさっきも言ったけど電気室ですよ。わかんねえけどよ、レイラーだと思うわ。わからんけどレイラーでいいか。わかんねえけどレイラーさんでいいや。誰も自分の言葉に責任を持つ気がなくて草。終わりだよこの村。でも電気室にアドミンついてた気がするんですよね。おいみぞれもんバカ、なんでグレイ一無駄にかばい始めてんだ。どうせラインでしょ。みぞれレイラーに人材。簡単なゲームでしたね。むちゃくちゃで草。メテオはきっと自爆なんかしねえよ。左側の人たちが言ってることを信じてレイラーさん釣ります。さてじゃあレイラーさんを吊るすと。さよならひなに。唐突な理不尽がひなに襲う。こんな理不尽が許されていいのか。悲しいけどこれがモイラ入り構成の宿命だからな。私が絶対に仇を打ってあげますからね。あんたの罪の冤罪で釣られたんだけどね。とりあえず相方が交換されて釣られなくてよかった。まあレイラーさん釣りでみぞれさんと交換された場合、レイラーさんがイビルハッカーになって生存する形になりますけどね。じゃあ別に相方交換されてくれてもよかったな。人の心とかないんか。でもメテオさんがマグロなのはいいですね。最悪詰められてもじゃあ自爆でしょって言えば成立しますから。む、ここでボタン。一応容疑者候補は一人吊るしたけど何かしら。ちなみに本当に切ってなかったですよ。役職何になりました。何になったと思います。そんなめんどくさい女みたいな質問返さないでください。うははははは。そういうのは配信で聞いとけ。ちょっと言わない方がいいかなと。まあじゃあ元は。元も言ってもいいけど言ってもあんま変わんないし。じゃあ釣ります。終わりだよ。まあ言わないなら釣るわ。さよならレイラーさん。容赦なくて草。レイラーさんと他の人今同じ立ち位置なんだけどな本当は。でもこれどうせまたレイラーさんの代わりに誰か釣られるやつでしょ。あ、そういえば自分シェリフです。おいもっと早く言えよ。もうみんな投票済みだよ。終わった。そして今回の身代わりはイエモンさんに決まりました。確定演出。これもう絶対レイラーさん釣るまでやる流れじゃないですか。よし次行くぞ。ラテさんはやる気のようだが、私たちが釣られない限り別に全く問題ないんだけどね。でもそろそろさすがにテルテル引いてきそうですけど。これでテルテル釣られて勝利になったら普通におもろい。おっしゃ次だ次だ。みんなめっちゃボタン押して欲しそうですし、押してあげますか。でもこれ結局誰が釣られるかはモイラの見心次第なのよね。ま、でも単純に確率論で考えてみろよ。残り人数は8人。モイラとレイラーさんを除けば6人。つまり私たちが交換されて代わりに釣られる可能性は6分の1だ。まあそう考えればなんとかなるような気はしますね。順調にフラグを積み立てていってるわね。もっかいレイラー入れる。わろた。そのためのボタン。ちなみにレイラーさん C 終わります。いやもう役職は言わないことにしました。じゃもっかい入れるわ。モイラここで裏切れ。まあここで急にモイラが裏切る可能性はある。おおお皆さんお元気ですこと。こういう時はモイラの対象にならないよう静かに息を潜めて待つのです。なんでこうなるの。そしてマットメイトになっててくさ。死んでも陣営は一緒。なんでこんなことに。まあなんとなく釣られる気はしてたけど案の定釣られたな。レイラーさん釣りで釣り数楽に稼ごうとするからよ。いやだってあんなボーナスタイムみたいな状況だったら便乗するのが人情ってものでしょ。まあ気持ちはわかる。あれというかなんかリアクター全然直んないな。
門番始まってくさ。勝負に出ました。シェリフにメイヤーとクルー役結構死んでるわね。7人盤面だから3キル通ったら勝利か。通常であればすぐに人が押し寄せてくるはずだが、今回は役職もりもり、残った人たちも人外多数のためみんな直しに行きたがりません。そしてまたクルー役職ゲッサーのレイマリさんも死亡と、1人ずつ来てしっかり処理されててくさ。これは終わりましたね。10秒後クルーの八幡さんが到着し切られて終了した。モイラに交換はされましたけど、なんか勝てました。マットと交換されたのが不幸中の幸いだったな。これぞキャリー。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。